さあ皆さん、関西大学行ってみたいと思います。今日のジョブの全体像はこちら。皆さん、関西大学と言われればあの定番の段落成就ですね。そして会話長文、特に会話長文はリクエストをいただきましたので扱ってみたいと思います。で、どちらもアプローチの仕方は似ております。そうです、これですよね。つまり言い換え可能なものを探しましょう。ニアリイコールの関係を意識してくださいね。で、その際に対比の関係がヒントにもなります。で、いつもお伝えはしているんですが、皆さん改めてですね、こちらに意識を置きながら頑張っていただきたいと思います。では一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずは設問の指示の一読だけお願いいたします。さあ皆さん、段落 A の後に B が来るのか C が来るのか、ひとまず検討をお願いします。さあ皆さん、 A の後に D が来るのか E が来るのか F が来るのか、こちらの検討もお願いいたします。で、皆さん、おそらく検討していただいた後、 A の後 B か C のどっちかが来そうですよね。で、皆さん、段落 A の皆さん、 many people、 これが善意につながって、で、段落 C のこの善意につながりそうですね。で、皆さん、このあたりで皆さん信じがたいと言っておりますので、じゃあ何が信じれるのか、それが皆さん段落 C のこのあたりに書いてますね。そして皆さん、世界がより良くなってるんじゃなかろうか。いやいや、それは間違ってますよ。で、間違ってるということは、良くなってるどころか皆さん悪い方向に行ってるんでしょうね。ですから、うまいことつながりますので、まずは段落 A の後 C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、段落 C の後に B が続くのか D が続くのか、検討をお願いします。さあ皆さん、続いて C の後に E が続くのか F が続くのか、検討をお願いします。さあ皆さん、これは E か F につながりそうですね。特に皆さん、これ段落の一番最後の文章。データではサポートできません。つまり、データだけでは裏付けが取れないということですね。ということで皆さん、データの反対が来そうですよね。そうです。データの反対は、皆さん、現実、実際の生活ですよね。そうです。ここ20年間の間に皆さん、2倍になってるんじゃないか。ま、そう思ってるんですが、現実には皆さん、半分になってるんですよね。ですが、推測の域で喋ってることと、皆さん、実際の話。うまく対比関係でつながりますね。ですが、段落 C の後は E ということで、よろしいかと思います。さあ皆さん、段落 E の後に F、B、D。で、皆さん、段落 D、ちょっと1行目しか見えてませんが、検討をお願いいたします。さあ皆さん、段落 E の後、皆さん、F につながりそうですね。そうです。段落 E では、現実的に皆さん減ってると。で、減ってるにもかかわらず、この段落 F の一番先頭。じゃあ、なんで悪化してると考えてるんでしょうか。うまいことつながりますよね。で、皆さん、段落 E の後に皆さん、F。そういう関係性よりも、まず先に皆さん、F から D。ここのつながりに気づいた方もいらっしゃるかと思います。もう線引っ張ってわかるかと思いますが、皆さん F の方は tend not to remember、記憶しない傾向があると。そうです。記憶しないということは、皆さんこの D の忘れるということと言ってること同じですよね。ですから、どうやら段落 F の後は D。皆さん、段落 D がまだちょっと全部見えていないので、画面を少しずらしますね。さあ皆さん、段落 F の後に D を続けていいのか。だって皆さん、残ってる B をどうするのか。そのあたりも合わせて検討をお願いします。で、皆さん、先ほどの予想通り、F から D つながりそうですよね。で、段落 D の後は B につながりそうですね。というのも皆さん、これ線引っ張ったところでわかるかと思います。ニュースが我々をミスリードすると。つまり、誤った解釈の方に導いてしまうんですよね。で、そのあたり皆さん、段落 B のこのあたり。そして fall into the trap、 罠にはまってしまうと。ですからミスリードされる話とつながってきますので、 D の後は B ということでよろしいかと思います。すみません、まずは説明の指示の一読をお願いいたします。すみません、まずは空所1番、選択肢こちらでございますので検討をお願いします。すみません、まず大前提として、このあたりからですね、皆様食事が終わってる様子が伺えますよね。特に皆さん、これ過去時制で表記されております。そうすると皆さん、選択肢の A をすっ飛ばして、まずは選択肢の B。で、これ助動詞 will が使われておりますので、皆さん、これだと未来の話になっちゃいますよね。だと皆さん、これ空所の直後に very much。皆さん、これと繋がりそうなのは選択肢の A ですよね。楽しめましたか？うん、めっちゃ。って感じで、うまいこと繋がりそうです。だと皆さん、これ very much の右側、but。
まあ、しかし、まあ、残念なことにですね、実は私は仕事に戻らなくちゃいけないと。ですから、あくまでも食事の話と仕事の話でございますので、選択肢の C の忙しいかどうかは関係がないですよね。で、選択肢の D の一番先頭、When。実は、いつと質問してて、Very much。会話が成り立たないので、やっぱり正解は A ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所2番のところの検討をお願いします。まず空所の手前ではお会計の話になってますよね。で、空所の直後では皆さんこれ割り勘の話ですよね。で、そうすると皆さん選択肢、これは一発でいけそうですね。皆さん選択肢の B に Spread the Bill。まあ、請求書を割るということですから割り勘。ですからこれも一発で選択肢 B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所3番の検討をお願いします。すみません、これは空所の右側、ざっとで受けてみる troubles me、マイナスの話になってますよね。ですから選択肢、皆さんマイナスの内容を選んでいただいているかと思います。で、選択肢の A ですが、皆さん予想よりも少なかった。まあ、これだとお安く済んだ話でございますので、どっちかというとプラスですよね。で、選択肢の B も reasonable、まあ、お安いという話になっちゃいます。で、選択肢の C をすっ飛ばして選択肢の D。で、これだと皆さんチップを置いていかないということですから、皆さんどっちかというとプラスですよね。ですから皆さん飛ばした選択肢の C。で、これだとチップを追加する話でございますので、確かに troubles me。まあ、めんどくさい話になっちゃいますよね。まあ、日本にはそういう習慣がないので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん続いて空所4番の検討をお願いします。で、皆さん、これは空所の直後の it is。これで受けてるということが最大のヒントですよね。ですから選択肢の A をすっ飛ばして、選択肢の B。うっと助動詞はついてませんよね。で、選択肢の C は was、過去時制がここの現在時制と対応しないですね。で、選択肢の D も wasn't、同じ理由で×となってくると皆さん選択肢の A。これだと皆さん is、現在時制ですし、皆さんこの that ですね。それが皆さんこの it につながっていきます。ですからこれも文法的な側面で正解は A ということでよろしいかと思います。それでは最後でございます。空所5番の検討をお願いします。皆さん、最大のヒントはこれ空所の直後ですよね。我々が次に一緒にランチをした時。で、その時にあなたがおそらくお金を払うと。ということ、皆さん、今回は、そうです。次回あなたが払うということは、今回は私が払うという話になりそうですね。で、選択肢の中で私が払いそうなものと言われたら、選択肢の D が良さげですね。で、もちろんこれ空所の直前に現金を持っていないと。ですから選択肢の D のようにクレジットカードで払う。話の内容バッチリでございますので、正解は D ということでよろしいかと思います。